今日もザいい天気だ。太陽もね、おっとっとっとギラギラとギラギラと輝いて、うん、まにね、とっても北風が爽やかで、うん、ピューピュー吹いて、もう最高でございますね。はい。で、ちょっとね、ところでね、この金柑がね、全然色づかんねんけど、いつになったら色づくかな。だってさ、前回撮影してからもう10日ぐらい経ってんねんけどな。育て方が悪いんかな。ちょっとまあここら辺の気候がちょっと寒すぎるっていうのもあるんでしょうかね。まあ、ちょっとこれ色づいたら、収穫して、ちょっと金柑の甘露煮のリメイクバージョンでも撮影しようかなと思います。はい、ということでですね、今日は、よいしょー。ね、こんな素晴らしい天気の日に、家の部屋の中で、漆器だなんてもう非常にもったいないということで、よいしょ。じゃあ。よいしょ、食レポ、食レポ。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 なんて？いつまでやっとんねん。さっさと、せえ、サミっちゅうねん。ですって。あ、そうですね。はい。よいしょ。ですね。じゃあさっさと本題に入りましょうか。え、良い北風もビュービュー吹いていることですし、ということで、まあ、りんちゃん先生のおやつタイム。イエーイ。はい、ということで改めまして皆さんこんにちは。はい、今日はですね、まあこのクソ寒い中外で食レポということで、はい、まりんちゃん先生のおやつタイムということで、今日のおやつはなんじゃらほいしょこの辺かな。はい、今日のおやつはちょっと痛い。はい、柿の種チョコ、柿の種チョコ、なんか変わってますね。何とか言ってるんですか。丸ごと柿の種のザクザク食感が、味わえるチョコだそうです。ということで、はい、ちょっとね、ちょっとこのクソ寒い中外で早速食べてみたいと思います。それではいただきます。ということで開けてみましょう。うん、これね、1個32キロカロリーやった。大したことないね。よし、開いた開いた。開いた開いた。で、はい、このような感じで1個ずつ小分けになってございますね。では、じゃあちょっと開けてみましょうか。で、これは開けな食べられへんよーって感じ。香りは普通のチョコーって感じ。ちょっとゴミが吹っ飛ばないように。ベッドに入れて、ほんまやこれや、マジで入ってるわ、柿の種が。あ、でも少しと言っといたら普通のチョコにしか見えへんな。で、じゃあいただきます。うん、はい、口に入れた時の一発目の香りは柿の種です。うん、あ、これめっちゃちゃんとピリッと辛い、すごいなこれ、おもろいな。うん、
本当にこれちゃんと辛いです、柿の種が。辛さもちゃんとくるわ。で、あの一口目にまず口に放り込んだ瞬間がこのおせんべいの香ばしい香りがするんですね。でそれからチョコの味が追っかけてきて、で最後に柿の種の辛さですね、辛さがあの広がってくるという、なんとも、うん、不思議な味ですね。で嫌いじゃないな、これ好きだな結構。うん、面白い。でね、意外と、うん、チョコレートの甘さとちょっとこの辛いピリッとした感じが合いますね。うん、なんか面白い味です。あんまりね体験したことなかったような感じの感じで、ちょっと美味しいですね。はい。でもどっかこれあれかな、柿の種チョコ自体はどっかのお土産とかあったりするのかな。ちょっとあんまり食べたことなかったんでわからなかったんですけど、うん、私はちょっと初体験でしたね。うん、とっても美味しいです。うん、すごいこの柿の種のなんつうの、この辛さが後に残る感じですよ。なので、ね、本当にあの面白い面白い感じです。でぜひね、ちょっと興味が湧いたなって方は食べてみてください。なかなか美味しいですよ。はい、ということで、はい、今回の、マリンちゃん先生のおやつタイム、このクソ寒い中、外で、北風がビュービュー吹きつける中、外で柿の種チョコを食レポということで、はい。ではね、これから、この、ね、さんさんと輝く太陽の下で、美味しくもぐもぐタイムということで、いただきたいと思います。それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。